チ断食って聞いたことあります？人間ないですか？あ、人間？人間で。あ、なんか、はい、あ、ありますあります。で、男の人だったら、8時間、女の人だったら10から12時間、この時間内に食事をします。食事をね。だからこの子、女の子、この子って避妊はしてあるの？はい、してある。あ、してあるのね。で、女の子だったら10時間から12時間食事の時間、その間に済ませて、要するにない時間、ない時間が何時間かな、14から12時間はこの時間はない時間、お水だけの時間にしてほしいんですよ。でき、多分で、今って何時と何時にあげてます？今はお昼12時と12時、はい、7時ぐらいですかね。夜は7時ぐらい。じゃあ夜はなっても、はい、それそもうじゃあ垂れてますね、プチ断食が十分。それ以外は要するに夜の7時から次の日のお昼までは何も食べさせてない。母が夜寝る前に変なものやってなければ。だからまあお昼12時だったら10時間だから夜10時までは食べさせてもいいですよ。反対に夜10時からここは朝がお腹空かないんだね、この子。朝は絶対食べないんですよ、私が食べてても。だからお昼が12時だとプチ断食しやすいんですよね。こういう風にしてください。で、絶対ここ最後はもう8時で終わるという、8時じゃないか、10時間だから10時か、10時以降は絶対、絶対やらないと。でそうするとね、まずこれをしてもらうと、要は断食ってね、いい効果がいろいろあるんだけど、血の巡りが良くなる。そうすると体脂肪も燃えやすくなるから、そうするとなんていうのかな、炎症、慢性炎症が老化なんですね。慢性炎症が起きると老化しやすいから、そうすると炎症、血流が良くなると炎症が抑えられるんで、アンチエイジングになるし、から血流が良くなれば美肌効果、人間でいうと、血性が良くなったりとか、あとは頭の血流が良くなってボケの予防というか、頭良くなるというか、頭が切れるというか、割と体にいいことが多いから、まあでもすでにやってみるみたいな感じだから、それもしてもらうというで、そうすると特にこれもし本当に夜の10時から次の日のお昼まで何ももらってないんだったら、絶対お腹空いてるからさ、その時に手でやると多分食べるような気もするんですけど、無理かな。まあでもどうしても食べなかったら、ジャーキーを細かくちぎって切ってね、やってもらっていいんですけどね。でもこういう方法もありなんですけどね。そうで、まあ、してはちょっと心臓病ちょっとあるみたいだから、血流を良くしといて、各機能の働きを高めておいた方がいいかなと思いますよね。はい、すいません、ちょっとワクチン以外。フェラリアの薬もいただけるんですか？はい、でも今年って血液取ったりして、それは、そこの花崗山獣医科病院に、はい、5月に行って、で行ったら、そしたら今までの先生はみんな、血液を取ってなんかチェックしてたんですけど、なんか12月まで飲んでるんだったら必要がないからって言われて、でお薬だけもらって、あ、もう今年飲んでるの？はい、5月25日に1回飲んでるんですよ。でその後、注射とその次からのお薬ももらいに行きますねって言ってたら、前回行った時は分かりました、じゃあまたいつ頃来てくださいっておっしゃってたんですけど、今回予約っていうか、まあ、行ってもいいですかって電話したら、なんかすごいリスクが高い犬だから、うちみたいなところじゃなくてもっとちゃんとしたところに行った方がいいんじゃないですかって言われて、結局断られちゃったんですよ。リスクが高いっていうのは、デブだからっていうことだったんですけど。ああ、そういうことね。わかります。そこでも相当言われて、デブでって、ドッグフードだけもしなさいっていう、その方が確かにいいんだけどね。でただのドッグフードよりも、こういう体脂肪が痩せやすいドッグフードを食べるとなお効率的に痩せれるかなと思う。でね、
まあ、あちょっと予防注射の証明書も出しますけど、ちょっと検査の概算を出しておきますから、一回最低血液検査、もし可能なら心臓も調べたいから、心電図とかレントゲンとか、おしっことか、そういった検査を一回受けてもらえると、もっとアドバイスしやすいです。この子の体の中のことが分かってるから。尿検査は、つい先日、先日というか、1ヶ月前、ちょうど1ヶ月前に、はい、尿検査やっていただいて、なんかこんだけ太ってるから相当問題があるに違いないと、うんうん、腎臓、なんか他のはまだなんとかなるけど、腎臓が悪かったらもう致命的だって言われて、うんうん、で、してもらったら、ま、なんか全然問題はなかったっていう。あ、そうですか。血液検査は、去年の、でも1年以上前ですね。うん、もうワンちゃんの1年って僕らで言えば6年分ぐらいになりますから、年に1回ぐらいはやっても悪い。今日やっていただいても、いや、どうせやるなら、あでも朝食べてないんですよ。朝食べてない、なんか来る前に食べさせてくださいって言われたんで、食べさせようとしたんですけど、結局なんかその、もう出かけるっていうのが分かったら興奮しちゃって興奮しちゃって、食べなくて、できれば食べてなくてやりたいけど、ワクチン打ってるから、今日予防注射打ってるじゃないですか、はい、だから日にちずらした方がいいですね。血液検査、うん、そう、だからそういう検査するのは、だから血液検査だけだったらその場でできますけど、 もし可能ならそのレントゲンとか心電図も取ってほしいんで、この子の場合はそうすると半日預からさせてもらってやりますね。で、夕方迎えに来てもらって、でその概算は検査の概算1回出しておきますから、最低血液概算いくら費用がかかるか、じゃあそれを見てもらって、まあ、最低血液はとやると、でもし可能だったらそれに心電図とかレントゲンとかも合わせた方がいいかなと思います。はい、じゃあこれつけてきてくださいね。つけれるつけれる範囲でね、これはお渡ししてきます。で、サンプルフードは受付で証明書として出しますね。で、まあこんだけ注射打ってから時間経ってるからアナフィラキシーはまず起きないことだと思います。大丈夫ですね。何かご質問あります？いや、いやですね。